いや、今後もね、やっていくんで。バイオレットで、これで。失礼します。おー、もだかしが先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。確か名前はドラさん。ドラさんなんか笑ってしまう。あなたもチャンピオンを目指していらっしゃるのですか？いいえ。なんとそうなのですか。ザクイマルナマクチサイのその実力あまりに惜しい。遅れます。申し遅れました。おもだかね、院長ね。集めるならその先でお会いできるでしょう。それではご機嫌よ。ご機嫌よ。サンダースかわいいな。かわいいな。よし。戻ろう。で、ここで、あんまりね、やってないんでね、下線で、お、エクセスやった。回復してないんで、回復しに戻りますね。こっちに行こうか。しておいて、ここどこやったっけちょっとここどこやったっけっていう話。発光シティか、発光シティ来たか。キラーン、発光シティ来たかな、やっぱですね。うん、発光シティ来た。行ってないんで大丈夫やと思う。なら次ここ行こう。間違えた。目的地に設定しておいて。鋼でしょ。どうしよっかね。悩むんだよな。草結び結構きつそうよね。ただ特殊か、特殊はな、違うよな。ローキック覚えるか。ローキック誰やったっけ。ならローキック覚えさせてもらう。こう思ったりする。あっと、ちょっと待ち。式実家とかやね。やっとくか、ほんの少し偏見とかで虫だってなるからの。よし、レベル35、ナイス。残り1レベルだけでちょっと上げとこう。ならば。そうしよう。そうすることによって、選択肢が増える。つまりそういうこと。つまりそういうことよ。にゃろうと進化。偏見実際にしてますから。関係ない。草とか関係ない。そんな概念、もう関係ない。よし、マスカーニャン進化したぜ。いや、トリックラはね、覚えさせておきましょう。タレ爆弾でいいかな。うん、泥かけも
られるかな、まず。そこなんだが、時短だとか、無理か。なんか自信も無理か。そういうことか。ケタバレでもいいような気するな。虫プチも結構重いやろ、あれ。ふとそんなこと思った。ローキックは素早く下げっからな。マンキーやん。うん、やっとこか。マンキーはやっとくべきやな。ちょっとわかったわかった。どうした、戦おうか。ならばすごい傷薬ナイス、この辺がありがてえ。ものすごく強い女の子に挑まれて一瞬で負けた。ネモかな、ネモに負けた。大地さん、対戦お願いします。マンキーですね。効果ありなんでトリックドアでいいか。変幻自在でクスタイプになるもんね。クサークなんて関係ないよ。つまりそういう概念はなくなるというわけよ。一回だけやけど。一回だけやけど。だから最初にどういうね、始まりをするかによって、これこれも負けた。虫タイプ4倍やけど、そういうのも2倍に変わるわけで。戦い方によって、マスカーニャは分けると俺は思っている。他の武器も損はいかんけどね。マスカーニャと、あとあいつ誰や、エースバーンぐらいはいけるかなと。この下やな。回復力してる。おおおガオガオおお。俺のガチョイブ今週やめる。すげえ顔近かったな。顔というかカメラが近かった。顔が近いっていうのは表現は違うな。モノズモノズ、どうしよう。じゃあトンボ帰りで。ここにも先に来ておくべきやったな。レベル18くらいやん。やらかしてるよ。うん、ギャオンズ、ババババババ負けた。ジオン語よ。どうしたって出して、ちょっとふと思い出したけど、強さで思い出しとこうか。何かな、思い出せるものがあれば。なるほどな、なかったか。泥かけを終わりにする程度か。あ、あった、行こう。すごい傷薬ナイス。この下にいたよな、覚えてんで。ブレックルここら辺にいたよな。ああ、ただこれくらいここにいたな。これくらいの恋な。ブレックルドア、ブレックルを探せ。ダイブボールナイス。ウーパーな。いないな。ブレックル。これ見たら覚えてんねんで。過去何度もやってて。ああ、そうや、ここで色違いにも出会ったっけ。カラミンゴの。なんか色、一緒だわ。一緒だわ。はい。あ、いた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 。オッケー。ナイス。
ナイスリアル。あ、一人いた。怪獣か。あ、怪獣か。俺怪獣っぽいポケモン大好き。なんか頭蓋骨とか出してくる。いないポケモン言うな。タツベな。邪烈公募からドラゴンタイプには、ね、大丈夫さやね。最終的にね。最終的にね。噛みついていこう。ならば。よし。さーてと。怪獣が負けるなんて。どうもい。どうもない。としか言いようがない。し、水ないし。傷薬ね。この辺は違うよな、やっぱな。付き合って。いいよ。バトルでしょ。バトルに付き合ってって言うでしょ。うん。そういうことね。あ、そこ戦地なんだ。そっちやった。雪はみだ。氷節をな。氷虫をな、どうすっかな。あ、じゃあトトンボガイだと思った。分かった。そっか。分かった、ジョブか。あんま何も考えずに やりだしている節がある。あかん。マスクガンジャにしたせいかな。うん、いいよ、スカイティ。ちょっと痩せたかも。そっか。よかった、よかった。ああ、危ない。マコの実、おーい、ザングースがいるとは。いや、ハブネークもいるね。グレック抜いた。危な。何と戦った。ああ、カムカムいたんか。誰や。ドラメシアの粉、ドラメシアな。あ、知力の羽、はえー、はえーってなった。結構マスカーニャって早いよな。レッツゴーさせると。まあ、一番早いのはブロロロ、ブロロンとか。もう一匹ぐらいさ、いないもんか。いた。結構いた。よし。ナイスドクト。よし。なら、この先のところ。で、チーム来れるようにしておこう。それがいい。おいしょっと。勇気づくすりナイス。ガガゴゴ言わせていく。で、ここで拾っていく。ビルドアップ。さてと、ここの清掃員と話しかけて行こう。守りたいこの位置。あ、まだもんばった。今バイトしなかった。一応守るために戦う。おいすけ、逆に拾ったけどな。逆に拾ってるね。おイエスさんか。大フリーになる。よし、これで鋼タイプのところ行って終わらせて他やっていこうと思う。アリルリだった。やばい、フェアリー技されるとやばい。その前にこっちにトリプルアレは終わるけど。そんなことなく終わっちゃうよ。危ない危ない。
よし、ゴクリン、ゴクリン何ってなる。おうおう、じゃあ、どのかけだよ、みたいな。命中率下がる。ギガドレイン、何それ。うまいの？あ、うまそう。いや、確かにうまそうではある。HP 回復してるし。クラニアの体力は極小か？ゴクリン。極小か？どうなんだ？どうなんだ？ゴクリン。でも、うまそうにはしてるよ。でも、なんで当たんのかな？泥かけしてんのに。マジそこ。よし、ゴクリン終了のチャンス。だいぶいいね、マスカーニャになると。ごめんね、見間違いだったわ、うん、間違いを改めてくれる人間は貴重よな、うん、エル、うん、あ、変わらなくしか、一瞬誰、一瞬誰、日々誰、星のスライ、星のスライス、無理があるかもしれない。この勝負してますか、どうでしょうか。5人ですね、残り2人ですね。ガガガガいるね。砂嵐ね、使えんな。残り2人か。よし、じゃあ一瞬悩む、一瞬悩むな。ああ、ちょちょちょ。ローキック、よし。65やからな、だいぶいいと思う。思いさせるで。泥かきと書いておこう。カーンと来たよ。よし、これであとはここは次回ですね、全員やってもらう。今そっちやるために東方戦争してたんで、次回、あ、違うわ、行きましょう。今回、この鋼の主倒したら終わらせていただきます。そういうことです。この前にほんの少し喉を戻しております。では、行きますかね。急所にも当たる技あるし。大丈夫、大丈夫。なんやろ、フラグ。なんやろ、このフラグ感。言われたら、そこは、ご容赦。なので、今は、ほら、売るよ、売るよ。喧嘩売るんかな。このトレーナー、一旦置いといて、鋼のところにだけね、置かせていただきます。そういうことでございます。来たね、ロト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 。ようだな。うん。マニュロンだけ取っといて、あとはちょっと無視していきますね。ここでちょっと。この下やったっけ？いないよな。こっちはどこや？こっちか。上かな。いた。熱い岩。確かに熱いな。あ？びっくりしてる。はあ？
やるぜ。大丈夫やとは思う。ミミズズ、戦おうか。おろし。トレーナー？出番、私出番。あー、行くぞ、ミミミズズぞ。行くミミズズ。そんな感じだ。あれ、私出番だったって感じのあの驚きよ。いや、楽。すごく楽。うん。当たらなかった。すごく楽です。マジ最強。トリックルファーも覚えてるし。トンボ帰りもあるし。どうした？どうした？一瞬どうしたって。出てきたからさ。一瞬止まったしさ。一瞬どうしたって。さあ、ミミズズよ。戦おう。我と共に。ローキック覚えられんのいいよな。さあ、これでラスト。ね、ちゃうかった、またやった。何どうした？食べ始めた。食べ始めたわ。そういうことか。一瞬どうだったか、何かな。何か食べ始めた。あ、パワーアップしちゃった。主を追い詰めたのか。そうだよ。あいつが聖堂のなんか、長え。元気ハッスルちゃんか。力合わせる前にね、一発で結構いくから、それで終わるんちゃうかな。まあ、ローキックしてもいいし、あ、間違えた。危ない、危ないって言った。ローキックでいきますね。でね、ナノクラゲ風味、ナノクラゲ地面クソだよね。土食だったら意味ないよ。多分土食やろうから地面テーブル意味ないよ。サムスビする。ナノクラゲ、おっ、それくらいのか。砂嵐。まあその前に終わるか、その前に終わるか。ローキックでな。よし、終了のお知らせ。野生のウィミズの重臭の通信終了のお知らせ。あー、出番がめっちゃ短かったとでも言っているのだろうか。確かに短かったな、この虫ポケモンに比べたら。やったな、確かにやったな。意外とつぶらで笑った。笑ったか。そうか、笑うことはいいこと。失笑でもな、失笑でもな。そういうこと。話さざるを得ないがな。あれ、ほんまにきつかった。この縛り状況、最もの災難か、あそこでなんかじゃないかな、なんて思うぐらいきつかった。だってさ、見張りで一発やられとって、メルコ自身にも一発やられてるのかな。なので、今回はここら辺までになります。やった、いい傷のすりナイスである。では、また次回、この先からやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。